こんにちは、くるみです。今日はですね、2023年のですね、ベストバイをご紹介したいと思います。で、よく見てくださってる方にですね、ベストバイしないんですかっていうコメントをいただきまして、お答えする形でご紹介したいと思います。でですね、2023年ということで、大体購入先は、海外だったり、あとサウンドハウスさんですとか、あとアマゾン、で、あとプロケーブルさんですね。で、大体買ったものになります。で、ざっと買ったものが、24個ぐらいありまして。で、そういう感じですね。アウトボードだったり、マイクだったり、あと周辺機材ですかね。はい。になります。で、アウトボードは、8台です。で、オーディオインターフェースが1台。で、マイクが7本になります。マイクはもう2023年より前、2021とか2022に結構揃えまして、このノイマンの U87AI とかも2022年かなに買って、結構揃ってたんですね。で、去年は7本なんですけど、小さいピンマイクとかも買ったので、そんなに大したことないんですけども。はい。でですね、その中で、大体24個ぐらいいろいろ買ってきまして、で、ランキングということで、7選お伝えしたいと思います。はい。では、まず、7位からいきます。で、7位がですね、アイソレーション電源トランス 600W です。で、これが、プロケーブルさんの、アイソレーション電源トランスっていうやつです。で、115V が2口と 100V が2口ついてるやつですね。で、海外から 115V の製品、僕の場合は、オーラオーディオだったんですけど、GTQC をポチった時に、一緒に買いました。結局、オーラオーディオは、壊れてたので返品したんですけど、他の機材で使ってますね。はい。っていう、機材になります。でこれが、100V、要するに、普通のコンセントに普通のタップ、僕は無印良品のをよく使ってるんですけど、それで別にいいかなと思ってたんですけども、これを手に入れたことで使ってみたら結構音違いますね。音の張りとか、結局昇圧トランスなので、コンセントにはだいたい 100V前後。100V 来てたり来てなかったりするらしいんですけど、そこから、これを繋ぐことで、昇圧すると。115V に。で、しかも安定するらしいんですよね。常に安定かどうかわかんないけど、安定してる時間が長いっていうか、安定してるらしいです。はい。で、それに、マイクプリとか、コンプとか繋いでるんですけど、マイクプリで言うと結構音違いますね。結局、後編集してお届けする段階ではそんなに違いわからないかもしれないんですけど、モニターしてる感じは結構違いますね。なので、115V にした方が音の張りがあるし、音もいいって感じますね。前に出る感じがあって。なので、重要な機材には115V と繋ごうと思ってるんですけど、そういう感じで今使ってます。でこれが 5.3 万ぐらいしたんですけども、これはこれで買ってよかったかなと思います。で口コミ通り、届いた時は結構臭かったんですけど、結構なんかオイルみたいな匂いするんですよね。でも、10日ぐらいかな。1週間超えたぐらいから匂いはだいぶなくなって、
今はもう全然無臭ですね。匂いしないんですけど、で、アウトボードの下に転がってるんですけど、まあ、使ってますね。はい。っていう感じになります。では、6位いきます。で、こちらが、ゼンハイザーの MKH416 です。で、これがショットガンマイクですね。コンデンサーのショットガンマイク。で、これって、まあ、映画とか、テレビとか、まあ、いろんな、映像ですよね。映像に関わる音声は、ほぼこれで撮られてるらしいですよね。ド定番のショットガンマイクになります。で、僕も気になって買ってみました。で、僕もこうやって映像を撮るし、クライアントワークでも撮ったりしますし、で、音知っとこうと思って買ったんですよね。で、確かに音めちゃくちゃいいです。で、これが僕が持ってる中で多分唯一、超指向性ってやつで、指向性が狭いんですよね。なので、まあ、外とか、僕だったらキャンプ中とか、単一指向性よりも、単一指向性ってカーディオイドって心臓の形なんですけど、スーパーカーディオイドっていうので、もうちょっと狭いんですよね。なので、周りのノイズが入りにくいと。で、こう、話し手の声を割とピンポイントに取れるってやつですね。まあ、ただこれもマイキングが重要なので、理想的には50センチ以内とかにこうマイキングする必要があると思うんですけど、うん。で、もうピンポイントで口に向かって角度をちゃんとやると。いい感じですね。で、音質いいし、まあ、別に重くないので、取り回しもしやすく使ってますね。はい。そういう感じになります。はい、では次、5位いきます。5位がコンプレッサーで、エンピリカルラブスのディソレッサーになります。で、これはまあ、オールアオーディオが GTQC ダメで返品して、まあ、その代わりに、ショップと交渉っていうか、まあ、相談して、まあ、交換っていうかね、まあ、一部返金してもらって、これを買った感じになるんですけど、まあ、欲しいけど、いらんかなとかずっと思いながら、で、結局、手にしまして、で、プラグインでもあるじゃないですか。まあ、UAD プラグインとか、まあ、他にもありますよね。で、僕 UAD プラグイン持ってるんですけど、すごい感触は良かったんですよね。で、めっちゃいいなと思ってて、で、実際実機を買ったと。で、実機もいいですね。うん、はい。まあ、安くないので、まあ、もっと使いこなそうと思ってるんですが、音が太くなって、明るいかな。ちょっと明るくなるようなイメージですかね。で、ちょっとわずかに歪み感が加わるような感じですかね。まあ、ディストーションのモードにもよるんですけど、グースバイオンとかキスバイオンとか、そのハーモニクスが加えられるので、まあ、そうですね。通すと気持ちいい音になるなっていう感じですかね。まあ、元気な音になるなって感じで。はい。これは、ちょっと最近ここの環境で収録すごい多いので、デスクに座ってないので、まあ、最近ちょっと使ってないんですけど、まあ、でも、デスク環境だとほぼ通しますかね。で、今日はあまりにもこの環境が多いので、アミック90989をここに持ってきました。で、2288M で話してます。というわけで5位がディストレッサー。次は4位に行きます。4位がですね、ユニバーサルオーディオの 1176LN です。これもコンプなんですけども、これ、まあ、単体のマウントボードで僕初めてのコンプですね。ただまあ、届いた時はすごい難しくて、コンプって掛け具合が結構難しいんですよね。で、グワングワンするっていうか、なんか、
音量小さくなったり大きくなったりグワングワンしてたんですけど、まあ、だいぶ使いこなせるようになってきまして、アウトボードを手にしたことでそのプラグインでのかけ方もだいぶ上手くなったんですね。基本はリダクション量はまあマイナス3からマイナス6デシベルぐらいに抑えながら、スレッショルドを決めてアタックとリリース、設定するという感じですね。でレシオも設定すると。でレシオは僕理想的には2対1の1176アニバーサリーエディション AE ってやつ欲しいんですけど、これは LN なので4対1ですね、ミニマムが。つまりあんまり歪ませたくなくて僕的には、なので4対1で、アタックは遅めでリリースは早めですね、大体でマイナス3からマイナス6デシベルかけるような、まあ、設定で使ったりしますね。これも、まあ、音が良くなるっていうか言うとですね、プラグインでも僕1176が一番好きで、音を変えたくなくて僕は、で、LHA とかって音めっちゃ変わると僕は思ってて、いろんなプラグイン使ってきて分かったんですけど、 LHA 通した瞬間もう歪みますね。音太くなるし歪むし、ハイがだいぶ上がるので、あ、そういうコンプなんだっていうのをだいぶ理解しました。で、あとは、そうだな。チューブテックの CL1B か、MAX2 とかは僕的にめっちゃ難しくて使い方。未だにグワングワンしますね。どうかけてるいいかはよくわかんなくて。とか、まあ、いろいろあるんですけど。で、1176が一番僕は音を変えずに、いい感じにコンプかけてくれるコンプだと思ってて、一番好きですね。その次に好きなのがディストレッサーですね。ディストレッサーね、結構1176よりは歪むし太くなるようなイメージなんで、まあ使いどころは注意しながらなんですけど、っていう感じです。はい。まあコンプはまあ、ある意味なくてもいいけど、あった方が楽しいみたいな感じですかね。はい。じゃあ次に、ベスト3になってきまして、3位のご紹介です。3位がプリズムサウンドのライラ2です。ここにオーディオインターフェース来たんですけど、まあ、2023年はオーディオインターフェース僕1個だけで、このライラ2だけですね。で、2022年は僕アウトボードほとんど買ってなくて、オーディオインターフェースいろいろ買いました。まあ、RME とか、この288M とか、他にも買ったかな。ま、いろいろ買いましたね。で、2023年唯一買ったライラ2がベスト3になりました。で、オーディオインターフェースの中で僕一番好きですね。内蔵のマイクプリンもめちゃくちゃいいし、ADDA めっちゃいいですね。クオリティ高いので安心感があるし、で、出音もいいですよ。僕は、なんだ。モニタースピーカーなんだっけ、ちょっとど忘れしたんだけど、黄色いやつ、モニタースピーカー、使ってまして、ライラ2の音が一番好きですね。まあ、よくこの辺のプライスで比較されるのが RME の、まあ、例えば UCX2 とか、まあ、ベイビーフェスプロ FS もすごいんですけど、ちょっとね、分析的なんですよ、音が。粒立ちがすごいんですけど、ちょっとハイが上がり気味で、本当に音見てる感じ、分析するような感じで、まあ、僕的にはその、リスニング、普通のリスニングも楽しみながら、音をモニターしたいっていう、いい塩梅のものが好きなので、そういう意味では、ライラ2が一番好きですかね。はい。そういう感じです。これは、かなり満足しますね。はい。では、次、2位に行きます。
2位がですね、アメック90989です。これですね。これは、まあ、2023年の12月に買ったんですけども、ブラックフライデーですね。ブラックフライデーで多分 20% オフみたいになってて、ちょっと我慢できずに買いました。で、まあ、結局オーラオーディオがダメになったので、いろいろ迷走してる感もあるんですけど、これ買ってよかったですね。今も話してるんですけども、EQ、こんなにかかりいいんだ、みたいな感じっすね。今オフにしてるんですけど、例えばフィルターをオンにすると、まあ、結局ノイズリダクションをしてお届けしてるんでわからないかもしれないんですけど、まあ 100Hz ローカットしてるんですね。もうモニターしてる感じバサッと切れましたね。ゴーっていう、今ちょっと加湿器ずっとかけてるんでゴーって言ってるんですけど、めっちゃ効きがいいんですよね。で、効きがいいっていうのは、まあ、効いたってわかるし、気持ちいいですね。はい。で、今日は、まあ、フィルターも、EQ もオフにしてるんですけど、EQ オンにすると、僕、ちょっと、ハイフリーケンシーですね。高域上げるのが好きなので、まあ、今、ちょっと高域上げてるんですけど、まあ、こういう音になると。いう感じで、でマイクプリもめっちゃいいし、あとはあれなんですよね、SN もめちゃくちゃいいですね。はい、ノイズが本当に少なくて、まあルパートニーブさんがですね、ニーブからフォーカスライト、アメックって作っていったと思うんですけど、これはプロの方も未だにずっと使われてる人を聞こえますし。まあそうやって使い続ける理由がちょっと分かりますかね。はい、いいアウトボードですね。まあデザインもめっちゃいいですし、アメック、ここにルパートニーブさんのサインが入ってるんですけど、サインっていうか機体のロゴが入ってますね。はい、まあいい状態のものが見つかってよかったなと思うんですけど、はい、これが2位になります。ではラスト1位1位はですね、マンレーのボックスボックスです。はい、でまあまあ高いからっていうのもあるんですけどね、これが一番高いかな多分。でまあ、デザイナーってこともあって、デザインがめちゃくちゃ好きなんですよね。やっぱ見た目とかデザイン重要じゃないですか、そのアウトボードで。で、音もめっちゃ好きですね。なんていうかな、高級っていうか上質ですね。はい。で、もうほんとトークとか、まあ、ボーカルには、すごい向いてるっていうか、まあボーカル用のチャンネルストリップですよね。マイクプリと EQ コンプ DSR までついてると。まあリミッターもあるんですけど、これはまあそうですね、まあ音編集だいぶ上手くなるほど良さが分かってくるっていうか、そんな感じがあって、まあ、最初はちょっと使いこなすのが難しかったんですけど、だんだん分かってきたし、もっと使いこなしたいなと思ってるところですね。結構ね、いろんな機能があるっていうか味わい深いですよ。アウトも2つあって、その、クリーンなアウト。なんて言っていいかな、シグナルが、クリーンに出したい時のアウトと、そうじゃない時のアウトがあったり、あとコンプレッサーがマイクプリ通る前にかかるので、まあそうですね、
きが弱いっていうか、まあ失敗しにくいっていうか、まあ、そんな感じとか、 EQ も、まあ3バンドなんですけど、ロー、ミッド、ハイですね。でミッドがディップしかなくてマイナスしかないんですよね。とか、まあ、それ僕、まあ使いこなすうちに、僕ミッドって下げることしかほぼしないので、上げることほぼないですね。っていうのがあって、なんか感覚が合うんですよね。モックスボックスは。設計の感覚っていうか。うん。まあそういう感じですかね。で、1位に選んだってことは、まあまあ、僕マンレー好きなんですけど、今欲しいのが、バリアブリミュー欲しいですね、コンプ。あとが、マッシュパッシブですね。EQ。マッシュパッシブはまあ、わかんないけど、うん。高いので。はい。っていう感じになりました。はい。で、まあ他にも、まあいい機材たくさんあって、うん、手放したり、まあいろいろしてきたんですね。まあそれ話し出すとちょっと話長くなるので、とりあえず、2023年のベストバイ7000ってことでお話ししました。はい。まあ、伊勢山さん SPX も良かったし、それに関しては2台買って2台とも手放しちゃったんですけど、あとはマンレーコアっていうのも持ってて、まあ、すぐその後にボックス買ったので、マネコアに関しては、よく見てくださる視聴者さんにお譲りしたんですけども、あれも良かったですね。うん。ちょっと設計が違うんですけどね、ボックスとは。ただ、上質で良かったですね。うん。とか、あと、フォーカスライトの ISA2 も良かったけど、まあ、僕的にはまあまあかなって感じですかね。はい。とか、まあその7000の圏外だけどいいのは結構いろいろあるんですけど、とりあえず全部話し出すと大変なので、まあ使ってよかったもの、結構満足度高いものを7000ってことでお話ししました。はい。というわけで今年はもうだいぶ揃ったので、あんまり買わないと思うんですけど、って言いながら、まあ、バリアブルミュート、マシュッパシュ欲しいんですけど、マンレーだらけみたいな。まあ、そのくらいですかね、今、頭にあるのは。うん。ニーヴのマイクプリ、もう、ヴィンテージとか言い出すと大変なことになるんで、マイクも、なんだ、イラムとか、イラム251とか言い出すと大変なことになるし、まあ大体いらないですかね、もうオーディオ機器は。オーディオインターフェースも、まあ、ライラ2でだいぶ満足してるし、そうですね、そんな感じですかね。そんな感じになります。はい。というわけでお話ベストバイ2023年のベストバイお話ししました。申し訳ありません。